ウィングアローは日本生まれの競争馬、シュボバ。ダートでは掲示板を外したのはわずかにそうのみと、抜群の安定感を見せた。1998年及び2000年の JRA 賞最優秀ダートホース。1998年1月10日、京都競馬場で行われた新馬戦でデビュー16頭立ての3着に入った。初勝利は、 同年2月18日に名古屋競馬場で行われた中央交流競争万豪賞で後続に七場審査をつけての勝利だった。その後4月11日の阪神競馬500万下の条件戦で2勝目を挙げた。3勝目は6月14日東京競馬場で行われた勝負ステークス。その後統一重賞の名古屋優勝で初めての重賞勝利となった。以後、統一議員の グランシャリオカップを勝ち、秋に入り4歳、ダート三冠レースのユニコーンステークス、スーパーダートダービーと連勝し、ダートレースで5連勝、10勝4連勝を挙げた。史上初の4歳、ダート三冠を目指し11月23日に、森岡競馬場で行われるダービーグランプリに、出走を表明するも当日の降雪でレースは延期となった。仕切り直しに12月14日に、 水沢競馬場で行われたが、成田誉れの2着に終わり、3冠はならなかった。その後、スーパーダートダービーの廃止により、4歳、ダート3冠はなくなったため、この路線での参観馬は存在しない。4歳児は、急節並びに、膝の不安で満足いく調整ができず5戦して、未勝利、5歳は1月23日の平安ステークス5着を経て、フェブラリーステークスに出走。 オリビエ・ペリエ騎場で直線一気の末足でゴールドティアラファストフレンド以下を破り優勝した。ペリエ自身初の日本の GI レース制覇と共に2月いっぱいで調教師を定年退職する工藤義明調教師の引退の花道を飾った。3月には騎手時代工藤九社に所属していた三内勝美が工藤九社の後を継いだ。 2000年11月25日に行われた第1回、ジャパンカップダートで一着となり、初代王者についた。2002年2月17日に行われた、フェブラリーステークスを最後に現役を引退した。通算成績は30戦11勝であった。静内町の静内スタリオンステーションで、種ボバ生活を開始し、2002年から強要される。初年度の種付け料は100万円。 2004年に静内スタリオンステーションが閉鎖された、あとはアロースタットに移動。3区は2005年にデビューした。しかし、中央競馬で際立った活躍を出す3区が現れず、2007年、種付けシーズン後に、シンジケートが解散し、青森県のフォレブルーに移動。2014年10月1日付で、用途変更され、シュボバを引退する。種ボバ引退後は、 功労馬つなぎ養展寺事業の女性を受け、功労馬として、女性を送る。2019年11月21日未明、老衰でこの世を去った。24歳没。父アサティスは、本場以外にもダート重賞5賞を挙げた、スマートボーイ、帝王賞、柏記念の優勝馬ボンネビルレコードなどダートの、名馬を数々輩出している。母系は四大母マーシーメドーから連なる、名品系で、 同系統の活躍場に、朝日杯3歳ステークス優勝場、ミノル、おじに長距離重賞3勝を挙げた、優勢トップラン、おいにユニコーンステークスの優勝場ロングプライド、シリウスステークス等、重賞2勝を挙げた名称スミトがいる。また、マーシュメドウの孫には、アラブの活躍場ヤングメドウがいる。その他、同じ、メス系としては、マーシュメドウのいとこリツトルミツジの子に、ダービーは、 ヒーストンがいる。ありがとうございます。